皆さんこんにちは。ピラミッドに関する最新の研究成果をお伝えします。今回はギザの大ピラミッドの建設期間について最近の発見を踏まえてお話しします。従来の説では大ピラミッドの建設には20年以上の歳月を要したと考えられてきました。しかし最新の年代測定の結果、実際にはそれよりもはるかに短期間で建設されていた可能性が高いことが分かってきました。理化学研究所のチームが行った放射性炭素年代測定によれば、大ピラミッドの基礎部分の石材には紀元前2600年前後の年代が割り振られています。一方で頂部の石材には紀元前2500年代の年代が測定されているのです。つまりピラミッド全体の築造期間は最大でも100年程度に収まる可能性が高いというわけです。さらに詳細に検討すると、実際の建設期間はより短期間だった可能性すらあります。なぜなら炭素年代測定には木材のような有機物が使われますが、ピラミッドには有機物がほとんど使われていないからです。つまり測定された年代はあくまで石材そのものの年代を示しているに過ぎません。石材が切り出されてから実際に組み上げられるまでにはある程度の時間的なラグが生じている可能性が高いのです。そうすると実際のピラミッド築造期間は測定された年代よりもかなり短かったと考えられます。実際エジプト考古学の権威であるマーク・レナーラのチームは、大ピラミッドの内部から発見された石膏の足跡の分析からピラミッド建設が20年以内で完了していた可能性を指摘しています。彼らによればピラミッドの内部の石材の加工痕から毎年20万トンを超える石材が運搬、加工、組み立てられていたことが分かっています。これは想像を絶する規模の建設作業です。そのような高い生産性を維持できたのは強力な中央集権的な指揮系統と徹底した作業分担、そして熟練した大量の労働力が存在していたからだと考えられています。この点についてはギザの遺跡から発見された労働者の宿営地の規模とそこから出土した骨格の分析結果が裏付けとなっています。実に1万人を優に超える人員が長期にわたって動員されていた形跡があるのです。また最新の石材の分析から切り出しから最終加工に至る詳細な工程が明らかになってきました。それによれば切り出し地から遠く離れた場所で最終的な仕上げ加工が行われていたことが分かっています。つまり複数の専門的な作業工程とそれに従事する分業体制が整備されていたことになります。このように高度に組織化された大規模プロジェクトの存在がピラミッドの短期間の建設を可能にしたのです。さらに最近では大ピラミッドの石材の内部構造を詳細に分析した研究も行われています。その結果、石材の中には非常に精緻な水平、垂直の穴が無数に開けられていることが明らかになりました。この穴の存在により大ピラミッドの主要部分では見事な幾何学的精度が実現されていたことが分かってきました。誤差はわずか数ミリ以内に収まっているというのです。これだけ精緻な加工と組み立てを短期間で実現できたのは、彼らが非常に優れた測量技術と伝達システムを持っていたためだと考えられています。専用の測量器具や作業指示の伝達に使われた特殊な記号なども発見されています。つまりピラミッド建設には単なる労働力だけでなく高度な科学技術と生産管理の知識が用いられていたのです。それが短期間の大規模建設を可能にした重要な要因だったのです。以上の理由から
最新の研究では大ピラミッドの建設期間を10年から20年程度と見積もる専門家が多くなってきました。つまり数世代にわたる長期プロジェクトではなく、一つの支配者の知性の間に完成させられていた可能性が高いのです。このようにピラミッド建設の技術的な側面が徐々に明らかになってくる中で、当時のエジプト文明の高度な組織力と科学技術力の存在が浮き彫りになってきました。その正体を解き明かすことは、再び人類が科学技術の限界を打ち破るための重要な手がかりとなるかもしれません。前半でお話しした通り、ピラミッド建設の短期間での完遂を可能にした背景には、高度な科学技術の活用があったと考えられています。しかし最新の研究では、さらにその技術レベルの高さが明らかになってきました。実はピラミッドの石材の加工痕から、彼らが極めて高温の熱源を使っていた形跡が確認されているのです。例えば大ピラミッドの外層石には1200度を超える熱を加えられた痕跡が残されています。さらに内部の通路の石材には、まるで人工的に溶かされたようなガラス質の滑らかな面が存在します。これらは従来の技術では実現が不可能な高熱を伴う未知の加工法が使われていたことを示しています。一体どのような熱源が使われていたのでしょうか。火打ち石からの火起こしだけでは到底この高温は実現できません。つまり未知の高温発生技術の存在が求められるわけです。この点に関してイスラエルのフェロビッチ博士らは、大ピラミッドの地下部分から放射線の痕跡を発見しています。彼らはこの現象を未知のマイクロ波エネルギーの利用によるものではないかと推測しています。マイクロ波を用いれば、高温の熱源を発生できるだけでなく、選択的な加熱や遠隔操作も可能になります。まさに現代の技術を超越した未知の応用熱工学の存在を示すのかもしれません。一方でスウェーデンの研究チームは、ピラミッド内部に残された水素同位体の濃縮度の異常に着目しています。彼らによれば、この現象は核異生体転換反応によるものではないかというのです。つまり人工的に誘起された核分裂反応を利用して石材の加工が行われていた可能性があるというわけです。この指摘が事実とすれば、ピラミッド文明には原子力技術さえ存在していたことになります。実際ロシアのプロホレンコ博士の研究では、いくつかのピラミッド石材から不自然な放射能が検出されています。彼は人工核分裂性生物の存在を指摘し、未知の原子力利用の痕跡ではないかと分析しています。さらにエジプトのピラミッド内部からは、強力な電磁波の発生源の可能性を示唆するデータも得られています。原子核工学に加えて電磁気工学の知識があった証拠かもしれません。これらの研究結果から、ピラミッド建設には熱核反応や高強度電磁場を利用した最先端科学技術が活用されていた可能性が浮上してきました。いわゆるハイテクピラミッド文明の存在が指摘されているのです。もしそうだとすれば、ピラミッドの解明は単なる考古学的課題を超えて、未知の科学技術の解明につながる可能性があります。例えば室温核融合の実現やプラズマ応用技術の開発などが期待できるかもしれません。また高エネルギー密度の実現は、究極のエネルギー源の開発にもつながる重要な手がかりとなるでしょう。さらには未知の電磁気力の利用技術の獲得にもつながる可能性があります。そうなれば、磁気駆動航空機の開発や反重力制御装置の実用化などが現実味を帯びてくるかもしれません。つまりピラミッド解明は、未来の革新的な輸送技術の鍵を握っているのかもしれません。
さらに大掛かりな可能性としては、ピラミッドが極めて高度な粒子加速器の役割を果たしていた可能性すら指摘されています。エジプトの地下に広がる通路群が加速管を形作っていたのではないかとの仮説です。もしそうだとすれば、ピラミッド文明は現代の素粒子物理学をはるかに超える未知の原子核物理学の知見を有していたことになります。つまり未知の次元の物質や反物質、さらには別の時空間の存在にまで気づいていた可能性すらあるのです。ですので、ピラミッドの正体を解き明かすことは単に過去の文明の知恵を知るだけにとどまりません。まさに未来の科学技術革新の扉を開く重要な鍵となるのかもしれません。例えば、新しい物理学の確立につながるかもしれません。ダークマターやダークエネルギーの正体がわかるかもしれません。さらには、未知の次元の発見によってテレポーテーションや時空移動の実現につながる恐れすらあります。このようにピラミッドの解明作業は未知の可能性に満ちた極めて重要な課題なのです。一歩間違えれば人類に破滅的な影響を及ぼす危険すらはらんでいます。しかし、成功すれば科学技術の革新的進歩につながる夢の扉が開かれるでしょう。考古学を超えた学際的な挑戦課題として、ピラミッドの正体解明には多くの研究者が注目を集めています。国を超え、分野を超えた研究者の英知を結集させ、着実にアプローチを進めていく必要があります。そうすることで、過去の英知に学び、それを未来につなげていくことができるはずです。ピラミッド解明は人類の知の可能性を大きく広げるための重要なプロジェクトなのです。